はい、どうも、こんにちは。ゲケンチャンネルです。はい、今回も、ゲケンのお得情報セレクトをやっていきたいと思います。はい、その前に、今ね、動画撮ってるのが、2019年の8月の12日、朝の7時半です。はい。皆さん、お盆休みにも入られましたでしょうかね。今日は月曜日ですけども、まだお仕事の方もいらっしゃるし、先週の土曜日ぐらいからね、もうお盆休み入られた方もいらっしゃると思いますけど、で、先週のその金曜日土曜日ぐらいから、まあお盆休み前のね、お盆休み前の、セールかな。まあ要は、例えば、ボーナスセールとかね、お盆休み直前セールとかね、というような感じで、まあ、各社さんがいろいろね、お得情報というか、まあ、お得なセールを、ネットサイトでね、結構出してらっしゃると。で、僕も動画は出してないんだけどね、いろいろそれ見てね、ああ、いろいろなんかお安いなとかね、お得だなとかね、まあ、いろいろ買いたいなとか、まあ買わないんですけど、まあ、いいものあるなっていうことで、まあそういうようなこれからまたね、ちょこちょこっと、僕のイケケンセレクトでね、動画出していきたいと思います。はい。ということで、第1弾というかね、第1弾、分子無セラーのね、OCN モバイルワンにしようかなと思ったんだけど、第1弾は、イオシスさんですね。はい。で、今ですね、まあ毎度のことながら、すごい安いんだけど、今ね、これやってるんですよ。ちょっと今、出してみましょうか。あれ？これは、こういうやり方か。まあいいか。まあいいか。iPad とちょっと見え方が違うね。はい、じゃあこれでやってみましょう。はい、激アツ、イオシスの、極小セールっていうの？暑すぎて人が来ねえって書いてあります。 で、夏が本気を、ちょっとこれで、ね、思いっきりあれしすぎた。これでいいのか？これでいいのか？ちょっと待って、これでかすぎるわ。 はい。もう一度。はい。激アツイオシスのね、極小セールってことでね。8月9日より開催。8月の9日から8月の18日まで、やっております。ここに書いてある。夏が本気を出すならば、イオシスも本気を出さざるを得ない。なんかどこかで、聞いたようなね、ネーミングっていうかね、言い回しですけどね。はい。暑い。僕も暑いからコーヒー飲みながら 動画撮ってますけど、そのまま出しますけど。はい。で、結構ね、ここお得、いつもお得なんだけど、今回もね、お得なの目白押しになってますんで、ちょっと見ていきますね。はい。そしたら、まずは、今ね、一番目に出てるのは、この、高性能 Windows タブレットね。NEC の Versa Pro。タイプ VT ってやつかな。これです。これなかなか面白いですよ。サーフェスと同性能で激安で薄型軽量メモリ4ギガって書いてあるんですけど、まあ、サーフェス3かな、とだいたい同性能ぐらいですね。はい。で、これね、特徴が WXGA の液晶に、ちょっとまたこれ大きくするか、こうしようか。はい。こうした方が分かりやすいな。はい。はい。これだね。はい。ちょっとこっちにずらそうか。よいしょ。これずらせねえな。まあ、いいか。これね。これね。これ。WXGA の液晶に Windows 10でしょ。で、Atom プロセッサーね。Z8700 だね。X7。RAM 4GB、eMMC64GB の10.1インチの、Windows タブレットなんですけど、専用デジタイザー付属なんですよ、これ。ペン付属ね。
ちょっと僕ここに、ああ、よいしょ、もう一度、よいしょ。あれ戻るな。こうしたら戻るのか。ちょっとすいませんね。よいしょ。ここ、あ、タッチさしたから。僕、ここにまだサーフェス使ってるからね。サーフェスプロ4のこのサーフェスペンありますけど、まあ、こういうようなね、デジタイダーって、結構ね、いろいろなことに重宝できてね、いいんですよ。あると全然ね、使い勝手が違ってくるんですけど、これも付属して、で、一応、これで 13,800円。うん、まあちょっと古いタイプではありますし、性能もね、やっぱり、サーフェスプロとはだいぶ違いますけど、でもサーフェスとは全然同性能なのでね、今でも全然使えると思いますよ、これ、うん。これの特徴ってやっぱりペンが付属してるってことかな。うん、で、ここに中古3ヶ月保証ってなってますけど、イオシスのね、で、僕、いろいろ買ってますけど、何個か、3つぐらい買ったかな ?4 つぐらい買ったかな全部中古なんですけど、みんなね、なんか綺麗なんですよ。結構綺麗なんですよ。うん。だからね、ここは、まあ、間違いないところでありますね。うん。はい。それから、じゃあ、まあ、これの特徴ね、Windows タブっていうことと、デジタイザーが使えるっていうこと、ペンが使えるってことと、あと、お値段が 13,800円っていうで、まあ、一応こんな感じでかな。特徴はあるかっていうと、それぐらいしかないんですが、うん、まあ、お得な Windows タブレットね、ペンタブとしても使えるんじゃないかなっていうところで、13,800円。これいかがでしょうかと。イオシスも一押しですね。はい。それから次はここか、オッポの R17 ネオっていうやつがありますね。これはなんだっけ、SIM フリーのタブレット、スマホですけど、あれどこだっけな、オッポのこの R17 ネオを取り扱ってるところありましたね。どこか忘れちゃいましたけど、うん、これも結構いい機種なんですよ。っていうのは、ちょっと待って、これ未使用品だ。中古品っていうか未使用品だな、これ。うん。6ヶ月保証ですね。1年保証ではないんですけど、6ヶ月保証ついてます。で、これね、128GB のロムなんですよね。これがいいですよね。うん。で、Windows も 8.1 だし、うん。そんなに古くない機種ですよ。最新機種じゃないけど、そんなに古くない機種で、っていうか、あれ出て1年も経ってなくないですかこれ。ね。そんな経ってないやつが 25,800円。結構いいお値段ですね、これね。うん。そうだな、6.4 インチの画面。うん。と、ラムが 4GB。うん、やっぱ ROM 128GB あるっていうところに、ちょっと、これの機種の価値がありますね。はい。なんか触るとちょっとね、なんか変わってきちゃいます。はい。それからですね、ちょっと長々と話しますんでね、僕の雑談と思ってお付き合いください。はい、それから、高性能ウィンドウ、まあ、ここら辺はいいとして、出ました。アローズタブ Q506ME。対衝撃タフネス高性能1万円切りの高激コスパパソコンいらずということで、これまだあるね。うん、これいいですね。僕も買いました。うん、大人のおもちゃとしてね、僕も買いました。これね、面白いですよ。まあ、正直性能はそこまでではないんですけど、普通に使えるんですよね。快適っていうほどじゃないんだけど、普通に使えます。で、僕このね、動画何本か出した、2本ぐらい出したのかな、の続き動画出してないんだけど、また僕ね、この、せっかくね、イオシスのこの激安セールみたいなやつやってるんでね、まあ僕の中では、まあ
この一番最初にお話ししたこのデジタイザー付属したこのタブレットもまあまた良しだけど、こっちの方僕おすすめするんでね、どちらかというとね、僕も買ったぐらいだからね、うん、これをおすすめするので、イオシスさんのやつね、グーシムセラーみたいに例えば、例えばノバライト3おすすめだ、これか、ね、これ買っておけば間違いないっていうので、まあ僕ノバライト3の動画も結構出しましたけど、そんな感じで、ちょっと僕、このお盆休み中にね、このアローズタブの動画を少し出しましょうかね、2本か3本かね。うん。一言で言って、まあお値段が安いっていうことと、で、まあ Windows のタブレットであるっていうこと、それとですね、これがすごいのが、耐衝撃タフネス高性能なんですよ。防水防塵タフネスタブレットなんですよ。これほとんどなくないですか？防水防塵はまだあるんです。防水防塵はまだあるんだけど、タフネスタブレットってそんななくないです。で、新品とかでもタフネスタブレットって売ってるんですよね。パナソニックとかね。で売ってたりするんだけどね、それって業務用のあのタブレットで結構お高いんですよね。要は、まあ、大切なデータ破損を防ぐために、その、まあ、米軍のね、あのミルスペックみたいな、その、ね、あの、まあ、あらゆる衝撃から守るみたいなね、そういうようなやつってやっぱりあのごっつくなってね、分厚くなって衝撃に強くしてる分だけやっぱ大きく重くなってるんだけど、まあ、これ普通の大きさだし、うん、まあ僕普通に、持ってますけど、よいしょ、ここにあるけど、ちょっと今バッテリー切れてるけど、ここにありますけど、ああ、ちょっとこれ画面に入りきらないですけど、まあ普通の 10.1 インチのタブレットで、まあ、iPad とかと比べるとね、ちょっと重いけど、よいしょ、僕今、この、電池ついてないけどね、まあ、Windows タブレットね。これね、強いて言うと、反射するのだけ、ちょっと、使いにくいので、アンチグレアフィルムだけ貼りましたけど、それすればね、結構使えますよ。うん。で、まあ、これのね、使い勝手等は、まあ僕動画出しますんで、また。それで、うん、ちょっと、お盆休みに、久しぶりに僕も動画撮る余裕が出てきましたので、この1万円ぐらいの、まあ、僕いつもスマホとかね、800円のスマホとかで出してますけど、まあ、タブレットもね、タブレットで結構楽しめるので、まあ、タブレットの楽しみ方ね。しかも、iPad とかね、Android のタブレットの楽しみ方というと、まあ大体どちらかというとゲームの方に行くじゃないですか。でも Windows のタブレットだとどうなるのかなっていうところでね、そういうのを少しね、ちょっと追求していきたいなというふうに思いますんで、まあまたちょっと動画出す出すさんになるかもしれないけど、とりあえずね、動画出していこうかなと思いますんで、またよろしくお願いします。はい。長くなっちゃった。もう13分経っちゃった。あと、じゃあ、さらりといきますね。僕がこの他に、結構いいなと思ったのが、そうだね、パッと見て、うん、ここに1個ある。ここにもね、この、シムロック解除済みのこのシムフリーのね、京セラのこのディグノっていうこのスマホあるんですけど、これ9980円なんだけど、これね、古い、まあ、Android 7.1 でちょっと古いんだけど、これも防水防塵なんですよね。うん。これもタフネスボディなんですよね。僕タフネスボディ好きなんで、ね、これちょっといいかなというふうに思いました。あと横にノバライト3もありますしね。こっちの方は17800円で、いつも僕言ってるね、800円のスマホとかっていうのじゃないんだけど、これは完全なる、SIM カードとかね、音声 SIM 契約とか必要ないやつのノバライト3なので、これいいですよ。あ、未使用品だし、これ。ね、ノバライト3も、
価格コムの お値段見たら、まあ、2万円ちょっとぐらいなんで、もうこれちょっとお安いですね。未使用品でね。うん、ノバライト3、毎日使っておりますけど、圧倒的に素晴らしいです。これ何回言っても素晴らしいわ、これ。P30 ライトもね、良いし、P20 ライトもいいんですけど、本当に、無難に使える中で、一番僕今まででこう使い倒してるやつがこのノバライト3ですね。はい。それからこの Y モバイルのメディアパッド8インチのタブレットが2980円で売ってるんだけど、なんだろうねこれね、うん。サブで安タブお探しならこれおすすめってことで、ちょっと Android が 4.4 なので、そのそうだな、アプリが新しい OS しか対応してなかったりして使えないのもあるかもしれないから、あんまりおすすめはしないけど、ただね2980円なのでね、これ試しに買ってもいいかなぐらいのレベルですねこれね、うん、はい。あとはそうだな、このちょっと高いけどね、この Xperia 1ね、これ海外版なんですけど、高いけどね、99,800 円なんだけど、これ気になるね、これね。6GB RAM、128GB ROM、21対9の、縦長ディスプレイですね。縦長っていうの、横長っていうの。これ結構気になりますね。うん。それから、そうだね。まあ、iPhone とかも売ってますね。iPhone も売ってるけど、まあ、まだそんなにた、安くないな、これな。普通って感じか。うん。あ、ちょっと待ってよ。これ、未使用品だな。iPhone 7未使用品とか売ってるね、これね。いいね、これ。これいいかもしんないね。うん。ちょっと待って、その下にさ、これいくない？これ。iPhone 6 16GB。5980円。中古品ですけどね。これって、これ良くない？これ。ちょっと古いけど、iPod Touch 代わりに使えるんじゃない？これね、うん。これいいかもしんないね。RAM 16GB でちょっと少ないですけどね。これもいいかもしんないよ。5980円。あ、これ安いんじゃない？これ安いと思う。ね、iOS 端末か。持ってない人の、うん、本当におもちゃ代わりかな。うん、いいかもしれない、これ。はい。それからですね、そうだな。あとは、そんなとこかな。そんなと、あとは、ちょっと古いんですが、この2機種だな。Xperia Z4 タブレットって昔結構流行りましたよね。で今ちょっとだいぶ古くなっちゃった。あね、Android 5.0 だからだいぶ古くなっちゃったんで、その古いね、アプリ、古い OS だと、新しいアプリがね、対応してないところもあるので、なんとも言えないんですけど、これもね、防水防塵なので、お風呂タブとしても使えるよという、ね、お風呂で YouTube 見たりできますんでねっていうことと、確かこれ超軽量だったんですよね、10インチタブレットの割にはね。こういうのもありますね。これいいんじゃない？これね。うん。と、あともう一個、これ。iPad mini。すごいね。iPad mini 16GB 売ってるわ。うちにもありますけどね。もう売る気もなくなっちゃいました。うん、記念に家に残してね、使ってないんだけどね。子供が残しておくっていうことでね、残しておりますけど。未だに使えますよ、これ。うん。これも、iPad mini が8000円ってすごいね。7980円ね。はい。ちょっと待って。ここにもまだあるね。これももしかして防水防塵だ。ああ、この2機種っていうか、Z4 タブレットとこのアローズタブっていいね。もう、この古いとね、ゲームとかのアプリはちょっと厳しいと思いますけど、
YouTube とか見れるんじゃないかね、これ。お風呂タブレットでいいんじゃないですかね。あ、容量も大きいわ。バッテリー容量が大きいね、これね。はい。で、もう20分過ぎちゃったよ。うん。あと、いろいろあります。iPod Touch の 16GB とかね。これ、前の世代のやつね。傷ありだからちょっと安いとかね。まあ、あと、いろいろありますけども、最後に僕が、一番上の2個とかの以外におすすめしてるのが、これかな。ちょっとね、自分が、今回の中で唯一買おうかな、どうしようかなって迷ったのが、この、これ。よいしょ。あ、間違えた。これだ。よいしょ。これね。ルーターね。これ買おうかな。これ買おうかな。僕、このルーター持ってないんですよ。で、僕、Wi-Fi、モバイル Wi-Fi のルーターとか、モバイル Wi-Fi 大好きじゃないですか。で、格安 SIM も大好きじゃないですか。で、最近そのレンタルモバイルルーターなので、レンタルあるから、Wi-Fi ルーターっていうものいらないんですけど、ここであえて Wi-Fi ルーターを買うメリットみたいなのないかなと思ってね。で、もともとこの ATAM の AMR05LN ってこれ結構人気のある機種で、Amazon でも結構な新品だとかなりいいお値段するやつなんですけど、まあ、機種は古いですよ。確かこれ2016年製ぐらいだから、発売はね、古いんだけど、未だにね、結構いい機種だと思いますんでね。これ、デュアルシムなんだよね、これね。デュアルシムスロットで、で、最近僕が思ってんのが、よくやってんのが、ノバライト3とか、P30 ライトに、楽天モバイルのね、スーパー放題のシム入れてるんですけど、それでもう、テザリングを常時オンにしてるんですよ。まあ、要は、ルーター代わりね。にしても、僕、ノバライト3の動画で出しましたけど、1日持っても、P30 ライトとかもそうだけど、バッテリーが半分も減らないんですよ。残り残容量 60% とかね。朝8時から夜6時まで仕事中にテザリングで、そのテザリングでね、Amazon Music とか聞きっぱなしでやってても、バッテリーの容量残り 60% とかってね、そんな感じで、スマホでもね、もう十分なんですよ。なんだけど、これは、多分そのスマホのね、テザリングで少し、何か懸念があるとしたら、スピードが遅くなるっていうぐらいかな。それと、あんまりその、つなぐ台数が多くないっていうぐらいですかね。こいつは専門、これだけで専門で、まあ、要はだから、例えば P30 ライトを、まあ、ビデオとかね、動画とか、そういうものに専門にして、テザリングっていうか、データ通信は、こっちの方にバッテリーの、ね、消費をこっちにお任せするっていう、そういう使い方もいいよねってことでね、僕、話長くなっちゃいました。これだけね、これ欲しいな、8980円か。どうしようかな、というところですね。はい。まあ、そんな感じで、はい。じゃあ、今回はやめておこう、これで。長くなっちゃいました。はい。こんな感じで、今回は以上です。まとめますと、イオシスの激アツ、イオシスのね、極小セールっていうの、もう一回ね、8月9日から18日までやってますので、まあ、いろいろなタブレットとか、スマホ等、パソコン等ね、結構いいお値段で、売りに出してますんで、まあ、この、お盆休み、ガジェット好きな方、最新機種のね、お高い機種で楽しむのもまた良しですけど、まあ、僕みたいに、こういう風にね、1万円とかね、そういう前後のもので、まあ、ちょこちょこっと買って、まあ、ちょっと遊べるような、大人のおもちゃ的使い方、
で、ガジェット楽しむのもまたいいんじゃないかなと。うん。古の機種っていうの、数年前の機種だけど、こう自分のこの自分のってこの機種自体の持ってる性能を限界までね、出し切って、まあそのできる範囲の中で、楽しむっていう、そういう楽しみ方もありますんでね。でなおかつそれでもし YouTube なんかされてたら、まあ、もしくは YouTube されてなくても、これからこういうような、ガジェットを使ってね、まあガジェット系 YouTuber としてね、お盆休みに、YouTube デビューされるのもいかがでしょうかという、そんなお話で、今回の動画まとめたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、イケケンでした。ではまた。